はい、久しぶりにですね、おっさんの一人温泉シリーズでございます。またまたまた加計温泉に向かっております。やっぱり冬は温泉ですよね。ね、ね、奥さん、で今回加計温泉に行く目的なんですけれども、もちろん疲れた体を温泉でゆっくり癒したいというのもあるんですが、今この寒さ厳しいこの時期にしかないイベントをですね、ぜひ見に行きたいなと思っております。お楽しみに。で今3時ですね。ちょっと出るのが遅くなってしまいました。向こうに着くのはこれにはちょっと夕方夕暮れになっちゃってるかな。ここが今回の宿、旅館六名荘さんですね。ちゃんと名前書いてくれてますね。チャラチャラララララ、チャラチャラチャララ、チャラチャチャチャラララチャチャチャ、しこか。失礼します。いらっしゃいませ。マザロール、マキストロール、すいません、大西です。よろしくお願いします。お願いします。36度2分ということで。36度2分、はい、はい、なんか今これイベントやってるんですね、はい、今日からちょうどセレモニーがありまして、はい、あの氷灯籠やりますので。氷灯籠って言うんですね、点灯式が。点灯式、はい、あ、じゃあちょうどあるので。まだ間に合いますかね。間に合いますよ。これから行けばちょうどいいと思いますよ。ここから歩いて行けます。すぐ文字堂のところです。あ、じゃあ、はい、文字堂のところ行けば、はい、この辺はあの真田丸の時の、広い真田丸の時の方たちが来ていただいて。あ、本当だ。あ、寺島進む、はい、広いな。広いですね。でここで泊まっていただいて、こちらでご飯食べてしまうので。あ、わかりました。だから何時でも構わないです。わかりました、はい、失礼します。
は氷道路。これ文字堂の日なんですよ、はいはいはい、それを武将隊の松明につけるっていうような形を取ったら面白いのかな、はい、むちゃでも大変ですよね。いや別にいいならやらせてください。あ本当ですか、はい、ああもう全然全然何ですか。はい、で今氷灯籠の点火式を行う薬師堂に来たんですけども、ちょうど今上田城から選手枝元の武将隊真田西門之助雪村なり、よろしくお願いします。今日はじゃあ私火を渡させていただきます。ありがとうございます。これからみんなにお配りする火をここで文字堂からお持ちいただいて、私がその対馬と下に一人戦がある。戦。攻防期待じゃ。来ました。書いて持ってきますね。ありがとうございます。大丈夫、お風呂入るでしょ。これからお風呂入ります。じゃあお風呂いただきます。はい。いい子だね。
します。うわすごい、コーヒーかな、ごめんね。これは何なんですか。これは芋の、芋ので、あーすごい、これはゆりのおまんじゅうみたいに煮てあるんだそうですよ。へー、こっちはあの、たべしなのね、いつもうちで使ってもう長年使ってるリンゴグラタンで、鉱脈のリンゴです。はぁ、はい、リンゴのチーズ、はい、そのグラタンですね。面白い、はい、豆板で、はぁ、OK、 食べてみてください。栄養満点。あ、炊き込みご飯、炊き込みご飯です。そうそうそう、美味しそう。朝何時がいいですか。朝ね、8時とかでもいいですか。あ、いいです。いいですか。じゃあ8時また用意しますね。ここでね、はい。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ゆっくりやってください。いただきます。
氷灯籠がついてる。まあ、どうも。またまたお邪魔します。いいですか。はいはい、あ、今日は賑やかです。そうですね、今日点灯式があったね、はい、行ってきました。さっき。あ、本当ですか。いやすごいね、よかった。とりあえず生ビールと、はい、あ、寒いからおでんいいですね。おでんしましょう。ぜひ。お疲れ様です。ありがとうございます。寒い中。うん、あ、あの。おでんですね。はい、すいません。よろしくお願いします。無茶振り。なんですか、その行き当たりばったり感じゃないけど、着いた時のあのわーっていうのが、うわー、出た、締めのカレーうどん。あなたで仕事をしてる。
まあ、あそこまで、ね、年齢はなってますけどね。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は3800円。あ、安い。はい、すみません。ございます。いつもすみません。ありがとうございました。お願いします。ぜひ。お願いします。ありがとうございました。ふぅ、いやー、飲みました。あっちまでずっと。Thank you.
います。いや、みーちゃん。シェリーちゃん。サインを書かせていただきました。お願いいたします。どうもありがとうございます。はい、すみません。ご丁寧にありがとうございます。いいえ。車ガリガリなんで、もしよければ暖気してる間にコーヒーを出し。はい、あ、本ですか。すみません、じゃあ。せっかく真っ白になった。あ、それはそれはじゃあ一緒に。ねえ、ねえ、ねえ。もっこもこ。ワンちゃんも泊まれますからね、こちら。一緒の部屋で泊まったり、一緒の部屋で食事したりできる。できるんですね。けど、本当は閉めて寝るんですけど、はいはい、見えやすいように。で、こっからポコポコ出てくる。出てくるんですか。はい、出てきます。こっからコーヒーが。あのカセットコンロで、はい、カセットコンロでやることを。ああ、なるほど。でコパコパ行ったら、本当は閉じて。はい、本当は閉じてやります。あの危ないんで、これ完成です。ちょっと濃いめなので、うん、これでまずお試しいただいて。はい、濃いですね。ですよね。で、あのコーヒーのお湯割りを、はい、してアメリカンにしていただくと、そういう、はい、自分で調整して、はい、お試しください。うん、飲みやすく、はい、懐かしいです。はい、これがまたチョコに合うんですよ。はい、素晴らしいチョコを仕入れてきましたんで。これ、はい、いいやつだこれ。はい、ちょっと口に入れながら飲んでみてください。昔よく食べましたね、これ。フィルターになってまして、はい、ここに水またを入れて、乗せて、ここに粉を入れます。はい、すごい中身のありがとうございました。あ、すいません、気をつけてお帰りください。すいません、ありがとうございました。また来ます。じゃあね、じゃあね、しりちゃん、バイバイ。では、すいません、それで、はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。よいしょ。ふう、はあ、おじいさんが作られた水車か、すごい。チャラチャラチャラチャッチャラチャラチャラチャッチャラチャッチャッチャラチャラチャッチャッチャ。はい、というわけでございまして、今回の一人温泉一人旅は加計温泉六名荘さんにお邪魔いたしました。いやー、本当にほっこり温まるいい宿でございましたね。人が温かいし、温泉が温かい、料理が温かい、もう全てが温かい、そんな宿でございました。で、あのワンちゃんいましたよね、シェリーちゃん。ペット同伴で泊まれる温泉宿でございます。嬉しいですよね。もうワンちゃん連れてっても、猫ちゃん連れてってもいいし、もう鹿でもいいんじゃないですかね。で、6名荘って言いますけれども、別に1名様でも2名様でも3名様でも大丈夫でございます。いやー、本当にいい宿でした。はい、今回も満腹ジロー、かっけー、よいしょ、最高。